まあ、動画なんですけどね、はい、やっていかなあかんなと漫才の入り方みたいになってしまったけどさまあやっていかなあかん、頑張っていかなあかんなと思いましてみたいな、頑張っていかなあかんなと思ったんですけどね、はい、ネタが何にもない何にもないねフェミネタ、またフェミを叩きたいなっていう欲がまた湧いてきたからさ、はい、フェミネタ頑張ろうかな思ってんだけどな、何にもないね、面白いのは、うん、まああるっちゃあるんやけどさ、フェミ松とか見ててもなんか面白くないねんな、このコートについて語りたいという欲が湧いてこない、ね、かつてのさ、ユメニャン騒動とかさ、はい、スターがいっぱいいたやんけ、ユメニャンとか石川さんとか、全然全然そのネタが湧いてこへんから、面白くないねんけ、うん、おもろないなと思って、じゃあもう久しぶりにビーガンでもおちょくるかと思ってビーガンでさ、うん、検索してみてもさ、うん、何にもない何にもない、うん、あるっちゃあるんやけど、なんかそのなんかビーガンのテロ行為みたいなのあるやん、なんかビーガンがペンキを撒いたとかさ、うん、トラガルパ広場でペンキ撒いたとか、そういうのを探してたけどさ、うん、何にもない、ケンタッキーフライドチキンに押しかけてなんかやったとか、何にもないつまんねえと思って、うん、でも動画は作らなあかんねえと思って、うん、だいたいさ、ネタ集めは弟子の役割仕事なんか、そうなんですけど、うん、確かに師匠がおっしゃる通り、うん、見ても、うん、何にもない何にもないよね、あの、なんて言ったらいいんですか、こう前師匠にこれ師匠って言って送ってた時は、うん、こう弟子が見てもワクワクするような感じ、あ、ない、ま、ワクワクせえへんよね、そう、ない、ないよね、やっぱりそのワクワクしなさ、肩ってもおもろないやんそうそう、もうしょうがないからさ、なんか EV、はい、だから電気自動車のことも調べてみたけど、はい、何にも出てこへん、はい何にも出てこない、うんうん、おもろい感じのことが、うん、唯一さ、そういえば男子やってへんなって男子のことやる言ってさ、うん、男子も結局同じことしか言えへんしな、うん、もう男子やりますって言って、男子つらいですとか言ってるやつはバカだっていう話しかできへんから、もうなんかおもろないなと思ってさ、でもまあ久しぶりに男子道チャンネルっていうな、チャンネル、まあ、っきりでバカにしてますけど、私はあのチャンネルのことを、うん、いつも男子が辛いですとそんなことばっかり言ってるやつが集まってくるさ、クソの吐きだめみたいなチャンネルは思ってんだけど、うん、とりあえずネタにはなるかな思って見てみたんや、うん、なんかあるかな、男子界で何が、久しぶりに見たからさ男子を、うんうん、男子道チャンネルをなんかあるかな思って見たら、相変わらずさ、なんか何個か動画見たんやけど、うん、今日で男子16日目ですとか言ってやがってさ、うんうん、数えてんやと思ってどんだけのみたいねって数えるっていうことはさ、うん、今日で16日目だって、男子してから16日目だって裏を返せばめっちゃ飲みたいっていう話やんな、うん、俺はもう飲みたくて飲みたくてしょうがないけど16日も頑張ってるぞとか言ってるってことやんか、うん、どんだけ飲みたいねと思って前も言ったけど、もう男子が成功するってことはもうなんかもう酒やめて何日目だとか何の気にもならへんで別に、まあ、俺はもうやめたんやからもう関係ないでーすって、例えばさ、まあまあなんか例えがうまいかどうか分からへんけど、うん、めっちゃいや、なんかその仕事が嫌やっていう会社あるやん、会社行ってっけど、うん、もうこの仕事ええな、この会社ええなっていう時あるやんか、うん、でさ、わーでも毎日嫌やなって、もうあともうこんなんどんだけ続けなあかんねんと思って、思い切ってやめたろって言ってやめるとするやんけ、その会社を、うんうん、でそれやめた時にさ、その会社を、うん、会社を辞めて今日で16日目だとか数える、いちいちめっちゃ嫌やった会社をさ辞めたとして、うわー、そう、辞めた時、いやー、やったー、嫌な会社辞められたとか多分めっちゃ嬉しいと思うねん、うん、でそっからさ、今日で会社辞めて1日目だとか2日目だとか3日経ったとか数える、うん、数えへんよね、はい、辞めたことは嬉しいかもしれんけど、その嬉しさがあるだけで、うん、いちいち今日でもうかあのか嫌だった会社を辞めて1ヶ月だとか数えへんやろ別に、それと一緒で本当に酒をやめようと思ってやめたら別に数えへんと思うねんな、あ、なんか、あ、そう、あ、気づいたら1ヶ月経ってたわとかって分かるけど、うん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 、いちいち毎日で今日で23日目ですとか数えてるっていうことは
めっちゃ飲みたいやんけとしか思わへんねんな、これはな、うん、頑張ってくださいって感じなんですけど、それはええとして、まあそれで男子のチャンネルを見てたら、うん、まあなんかネタになりそうなことがあったので、うん、やってみようかなと。こっからが本題です、はい、ようやく。こっからが本題です、はい。なんか厚生労働省は飲酒ガイドラインでっていうのを出したいって、うんうん、それがな、まあ何やったっけ、まああの男をやったらビールのロング缶1本とか、うん、まあ、だからアルコール量で言ったら 40g 未満、女性なら 20g 未満っていうガイドラインを出したいって、うんうん、厚生労働省がさ、うん、そしたらあのテレビによく出ている藤井聡っていう東大大学の大学院教授の藤井聡っていう人がさ、はい、バカ丸出しだとか、うん、そんでガイドラインを設けるなんてバカ丸出しだとか言ったんやって、うん、確かになでもこの藤井聡さんっていう人はまあ、うんうん、酒飲みなんやろな、うん、だからさ、なんかもっとそんなガイドラインなんて気にせずガンガン飲むべきっていうことが言いたいんやろな。ああ、うん、でそのガイドラインとして公表するなどはっきり言ってバカ丸出しって言ってるけどさ、でなんか神様とか持ち出して神を冒涜する極めて愚かなこととか言ってんだけど、うん、俺がまあ俺が言いたいのはバカ丸出しはバカ丸出しやわ、確かに。でも俺は藤井さんの言ってることと違って、うん、何がバカ丸出しかって言ったら、40でもロング缶ビールのロング缶1本ぐらいなんやて、はい、男やったら 40g 未満っていうのは、うんうん、あの酒飲みが、うん、ビールのロング缶1本飲んでこれでやめとこうって、うん、なるかっちゅう話、無理やっちゅう話ありませんね。そこやな、ガイドライン出したところでさ、ああ、うん、そうか、男だったらビールのロング缶1本でやめたらいいのか言って、じゃあやめようってなるか、アル中がそうななるか師匠、はい、そして、うん、弟子はこんなのがあるのも知りませんでした。俺も知らんかったけどもう俺は飲酒から遠ざかってから知らんけどさ、うん、飲酒ガイドライン出してなるか酒飲みが、そこがバカ丸出しだと思います俺はそのアル中がそんなことで止められると思っている、まあそういう意味ではお役所仕事かなと思うかな、うんうんうん、でもちょっとニュアンスが違うかな、俺はこの藤井さんとは。こういうバカのせいで今日本は潰れそうになっている。そうか、別にそんなガイドラインを出すこと自体がそんなにボロッカス言われることかなとは思うけどな、別にそのなビールロング缶1本でやめたらいいですよということを出すこと自体は別にいいと思うねんけどな。ただ俺が言いたいのはそんな出したところで無駄やでと思うだけの話で、そんな感じですかね。というわけで、はい、まあアル中はそんなことでやめられるわけないやろっていう話でした。以上です。はい。